皆さんこんにちは。本日は20分で下半身だけを完璧にほぐすストレッチ、これをやっていきたいと思います。結構ストレッチの動画ね、たくさん上げているんですが、どれも好評でたくさんの方に見ていただいております。大会なんかでよくお声掛けいただく時も、高山さんのストレッチの動画毎日見てます、そういった声もたくさんいただくんです。もうね、ランナー界のストレッチマンになります。今回はですね、下半身だけを20分間でほぐしていきます。ランナーが走った後、一番疲れる下半身、ここをね、徹底的にストレッチかけることによって、下半身の疲労を完全になくしていきます。そして、続けて行うことによって、怪我の防止にもなりますし、足のライン、女性だったらね、足の形が綺麗になっていきます。もちろん男性もなりますよ。ぜひね、一緒にストレッチの習慣つけていきます。それでは始めていきましょう。はい、それでは始めていきましょう。その前にストレッチを行う時の注意点を2つ説明していきます。1つ目は呼吸を止めない。呼吸を止めてしまうとぐーっと力む原因になります。力んでしまうと実はストレッチの効果っていうのはガクッと下がってしまうんですね。なので呼吸は意識的に鼻から息を吸って口から吐く、これを繰り返し行うようにしてください。もう1つは気持ちのいいところで止める。例えばこうやって前に出して前に倒れるストレッチですね。これで一気に前に倒れて、あー痛だだだだだだってなってしまうとね、痛いから帰ってこようとする力ですね、痛いところから逃げようとする力が働いてしまって、ストレッチがうまくかからなくなります。なので気持ちのいいところ、まあ言っても痛気持ちで止めておいてください。それが一番ね、ストレッチがかかって体の疲労が抜けていきますので、そういったね、痛いところまでいかない、これも覚えておきましょう。そして今回ストレッチで使うのはこうやってね、ゴムバンド、もしくはね、タオル、どちらでも OK です。別にタオルだから効果が落ちるっていうことはありませんので、ゴムバンド、もしくはタオルを準備して、ストレッチを始めていきましょう。それでは始めていきましょう。まずは、足の指と指の間に手の指を入れて、ぐるぐると回しましょう。足首の力を抜いて回して、アキレス腱、そして足首をほぐしていきましょう。これを50秒いきます。今回ストレッチは、50秒ストレッチをかけて、10秒で、入れ替えて、これを繰り返していきます。同じ方向でも構いませんし、反対方向でも OK です。こうやって足首ですね、足首周りはかなりランニング中に使って疲れているところなので、しっかりとぐるぐる回してほぐしてあげるようにしてください。指をしっかりと入れてあげることによって、指は普段からギューッと固まっている方、こういう方ね、指のストレッチになります。足の指ってね、結構大切です。足の指がね、しっかりほぐれることによって綺麗なランニングフォームにつながっていきます。あともう少しです。さあ、この時にもね、呼吸を止めないようにしてください。 OK です。では両手で手を、足を外からね、掴んで、このまま足をこういう風にずらすように振っていきましょう。これをね、50秒間です。これは何をしているかっていうと、この足の骨ってね、実はめちゃくちゃ骨が密集しているところなんですね。なので骨と骨同士がよくくっつく、まあ、癒着って言ったりするんですけども、骨と骨がくっつきますので、それをこうやって剥がしてあげて、足首とか足の裏とか足の指の動きを高めてあげます。ここがほぐれることによって、足裏とかこのアキレス腱ですね、動き良くなりますので、ここしっかりとね、ずらしながらほぐすようにしてください。はぁ、本当に一生懸命グワーってやらなくて構いませんので、力抜いて行うようにしましょう。まあね、リラックスしながらほぐしてください。あともう少しです。はい、 OK です。ではね、次は膝を立てて、手のひらと手のひらでこの筋肉、ふくらはぎの筋肉を挟んで、ぐーっと軽く圧迫かけましょう。このままね、50秒です。圧迫をかけていくと、このね、軽いマッサージがかかります。呼吸を止めずにね、ここを軽く圧迫することで、普段からね、疲れがち、よく使っているふくらはぎの筋肉がほぐれてきます。ちょっと場所をね、簡単に移動させながら、こうやってストレッチをかけてあげると、ものすごくね、このふくらはぎの筋肉の塊ですね、ここがほぐれてくれます。圧迫をかけても構いませんし、グリ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 こうやってほぐしても構いません。どちらでも構いませんよ。自分がね、ああこれがほぐれるなっていうところを一生懸命やるのが OK です。はい、 OK です。ではタオルもしくはバンドをこの足の裏に引っ掛けて、
このまま自分の方にこいつを引っ張ります。このまま50秒いきましょう。これね、ふくらはぎのストレッチです。引っ張る、いけそうだったら体をね前に倒していただくと、さらにこのふくらはぎとか膝の裏まで伸びます。引っ張ってさらに倒れる、この動きですね。倒れるときはこの足の付け根から前に折りたたみましょう。メインにはこのふくらはぎ、そして膝裏、裏ももとかもね伸びますね。これ結構痛いところまで行きがちなので、リラックスしながら呼吸を止めずに息しっかり吐いてくださいね。はあ、力を抜きましょう。リラックスです。はい、 OK です。では次は膝を折り曲げて、足の付け根から体を前に倒しましょう。これ裏もものストレッチです。はあ、さあこの、ね、裏ももがパツーンと伸びている感覚があれば OK です。これ無理して倒れがちなので、ちゃんと力抜いて倒してくださいね。はあ、呼吸止まってません？2つだけでいいんですよ。呼吸を止めないからと気持ちいいところでストップするだけ、この2つだけですから。ここの筋肉しっかりストレッチかかってると、裏ももの筋肉とか働きやすくなって足痩せにつながってきます。あともう少し OK です。ポジションはそのままで構いません。このつま先の向きを内、外、内、外、これを繰り返しましょう。50秒です。あー、すごく気持ちいいですねこれね。特にね、内、外、あ、こっちの方が痛いなっていう方あると思うんですね。そっち側で止まっていただいても OK です。あ、僕だったらね、結構内側に行く方が痛かったりします。もともと僕もね、ガニ股気味の人とかは内側にするときついですし、もともとね、足が外向いてしまってるからとかな、ガニ股が外か、ごめんなさい。もともと内股気味の人とかは外に行くとしんどかったりしますので、ご自分がね、痛いなっていう方を重点的に行うのがいいと思います。あともう少し。はい、OK です。ではこのまま足を開いて前に倒れましょう。前に倒れることによって内ももの筋肉が伸びていきます。足を伸ばしてこっちの膝を折りたたんで前、こっちの足の、ね、内もものストレッチですね。もちろん前にそのままぐーっと倒れていくと内ももの筋肉さらに伸びます。これも足のつま先の向きを内側にぐーっとしたりとか外に向けたりするとちょっと伸びるところ変わりますよね。自分が一番、あ、ここだなっていうところでストレッチをかけるようにしましょう。あと呼吸ですね。あくまでも気持ちいいところで呼吸をする、これがポイントです。ふー、あー気持ちいい。これ続けたら絶対に足の疲労取れますよね。あー痛いなー、気持ちいい。はい、 OK です。ではこのまま足を折り曲げて反対の足は外に放り出しましょう。このまま前に倒れます。お尻のストレッチをしましょう。お尻ね、めっちゃ大事ですからね。倒れられそうだったらゆっくりと前に、しっかり前に倒しましょう。あ、痛いな、倒れられないなっていう方はちょっと状態を起こした状態でキープですね。あくまで自分の気持ちいいところで深呼吸ですよ。呼吸止まってません？大丈夫ですか？呼吸止まっちゃダメですよ。はあ、倒れることができるんだったら前にどうぞ。もう少しです。はい、 OK です。では体を横に倒して
足首足の甲を持ってこのまま膝を後ろにぐーっと引っ張りましょう。太ももの表を伸ばします。肘ついてるのちょっとしんどいよっていう方はこうやって寝転んで全然 OK です。さあ呼吸を止めずに反り腰になりそうな方はね、お腹にちゃんと力を入れましょう。ちょっと足後ろに引っ張るので反り腰になりがちな方もいらっしゃいますので、呼吸を止めずに、いろいろ言ってますけど、とにかく呼吸を止めずに気持ちいいところで筋肉が伸びていれば OK です。とにかくこの2つね、まずはこの2つをしっかり守ってください。はい、 OK です。では次はうつ伏せになっていただいて、肘をついて手をついてぐっと体を押し出しましょう。これで50秒。足の付け根とかお腹の筋肉ですね、ちょっと反り腰、腰反りすぎて痛いよっていう方は肘をつきましょう。肘をついて地面をぐっと押すと、お腹周りの筋肉ですね、お腹が伸びていれば OK です。お腹が伸びていると腸腰筋も実は同じように伸びているんですね。なので腸腰筋のストレッチちゃんとなってますので、あんまりこの足の付け根とか感じられないなっていう方もでも、お腹のはこの辺伸びていれば OK です。あとは腰でぎゅーっと反ると、あ、気持ちいいなっていう方はそれでも OK です。あとは深呼吸しっかりしてくださいね。この腸腰筋伸びているとね、足痩せにすごくいいんですよ。はい、 OK です。では足を入れ替えて反対の足いきましょう。指と指の間に指を入れます。覚えてますか？最初からね、反対の足でいきます。ぐるぐる回しましょう。もちろんこれね、20分で終わるために全部50秒で終わってますけど、もっと長い時間ねストレッチやっても OK です。中にはね2サイクルやってますという方もいらっしゃいますね。全然 OK ですよ。長ければ長いほどね、まあ長ければ長いほど結構ストレッチはいいですね。長くやる分には結構ストレッチは問題ないと思いますね。まあ無理しなければ全然いいですよ。めちゃくちゃ激痛なストレッチをね長い時間やってしまうと逆効果になってしまう可能性はありますので、そこだけは注意してください。気持ちいいところで長くやる分には OK です。はあ、ここ乗っけてらしいんだかったらね、別に乗っけなくてもいいですからね。乗っけなかったらできないですね。でね、これで OK です。OK、 では足を両手で掴んでちょっとこうやってほぐすようにしてください。ゴリゴリゴリっとほぐしていただければ OK です。あとね、この指と指を広げるとすごくいいですね。指と指を広げたりとか、この骨と骨をグリグリグリっとしていただければ、この足裏の機能とかアキレス腱とか指の機能がどんどんね向上していきます。なんかこれ動かないぞっていう方はかなりね、この骨と骨がガチッと固まって癒着してしまってますので、そういう方はね逆にちゃんとやった方がいいです。今こうやって動きますよね。動かないっていう方は中にいらっしゃるんですよ。さあ、こういったね動いている時でも呼吸止めずに気持ちよくやってあげてください。指と指もねちゃんと引き剥がしてあげるのも大事ですね。指と指がぐっと詰まっている方はこれも剥がすようにしましょう。はい、 OK です。では膝を立ててこのふくらはぎの筋腹をしっかりと挟んで押さえましょう。筋腹っていうとここですね、この筋肉のお腹って書くんですけども、まあ筋肉が一番ポコッとなってるところですね。軽く外から圧をぐーっとかけてぐるぐる回してあげるとか、あんまり強く押さえないでくださいね。揉み返してきたりしますからね。自分で触って、あ、ここが一番張ってるなっていうところをちょっと外、徐々に徐々に圧迫をかけます。徐々に徐々にですよ。徐々にね。一気にグッといかないようにしましょう。こういうストレッチの時でもちゃんと呼吸を止めないようにします。あとね、こうやってね、マッサージのようなストレッチでも痛いところまではいかない。さっきと一緒でね、気持ちいいところでちゃんとほぐすようにしましょう。あともう少しです。はい、 OK です。さあ、ではタオルもしくはゴムバンドで
引っ掛けて、そして引っ張る、そして前に倒れましょう。引っ張ることによってこのふくらはぎの筋肉がピーンと伸びてくれます。裏ももとかこのふくらはぎのストレッチは痛いところまで行ってしまいがちなので、気持ちいいところでしっかりと呼吸を行いましょう。力を抜かずにリラックスです。力抜いてですね、力抜かなかったらダメですね。リラックス、すごくリラックスの大事ですよ。はい、OK です。では足を折りたたんで、足の付け根から体を前に折りたたみましょう。パカパカ形態のイメージ、ぐーっと倒します。まずはつま先の向き、しっかり上に向けておきましょう。このまま足の付け根から前に倒れることによって、倒れることによってこの裏ももとかふくらはぎの筋肉がしっかり伸びていきます。どうですか、気持ちいいのいいところで伸びてます？ダメですよ、あんまり思いっきり前に倒れすぎちゃダメですよ。とにかく呼吸がリラックスできるぐらいの場所ですね、その意識でいきましょう。OK です。ではそのまま前に倒した状態で、このつま先の向きを内外、こうやって動かしてもいいですし、あ、倒したこっちがめちゃくちゃきついな、これ止まってキープでも OK です。このままこれも30秒いきましょう。止まってキープでも全然 OK ですし、こうやってゴロゴロ足首を転がしていただくとすごくいいです。内側にぐーっと僕は締めるとね、ちょっと張りが強いですね。中には外に向けたらきついなっていう方もいらっしゃいますので、その方に合った場所でストレッチをするようにしましょう。僕はこっちです、ちなみに。痛気持ちいいところですよ。痛だだだだだとか涙出てくるぐらいまでね、たまにやられる方いらっしゃいますから、涙流すまでやらなくていいですからね。呼吸を止めずに、はい、 OK です。ではそのまま足を開いたまま、このまま前にゆっくりと倒れましょう。前に倒れると内側の筋肉が伸びていきます。つま先の向きね、上もしくはちょっとね、内に倒すとか外に倒したらきつい方いらっしゃいますので、まあ、自分が一番ね、ここが合ってるなっていうところを見つけて前に倒していきましょう。眠くなってきますね。これお風呂派、ランニングなどにお風呂入った後にやったら絶対寝てしまいますね。睡眠を誘発するストレッチだと思ってください。はい、 OK です。ではこの足を折りたたんで、そのまま前に倒れていきましょう。お尻のストレッチです。気持ちいいところですよ。いける方はね、前にちゃんと倒れていきます。はあ、だんだんね、眠たくなってきたらもう感情にね、身を任せていきましょう。僕今めっちゃ眠たくなってきました、撮影中なのに。はあ、と大きく深い呼吸をするとね、睡眠がね、睡眠をめちゃくちゃね、誘発してくれますので、寝不足の体とかはちゃんと呼吸しっかりすることによって眠りもね、変わってきます。はい、 OK です。あともう少しですね。
では横向きに寝転んで足首を持って自分の方に引き寄せていきましょう。太ももの表です。首がしんどい、肘がしんどい方は寝転んで呼吸をしましょう。腰が反ってちょっとしんどいなという方はあまり足を後ろに引っ張らずに、これぐらいから徐々に後ろに引くようにしましょう。あとはお腹を軽く引っ込めて、ちょっとお腹に力を入れると腰の反りはマシになります。あともう少しです。はい、OK です。ではラストうつ伏せになっていただいて、肘もしくは手のひらをついてぐーっとのけぞらせましょう。お腹とか足の付け根が伸びていれば OK です。もっと伸びが欲しいなという方は手のひらをついて体を上に押しましょう。反り腰にならないようにお腹ぐーっと引っ込めておきましょう。逆にね、あ、腰反ってるけどその腰の反りが気持ちいいなって方は普段から猫背の可能性高いので、このストレッチかなり効果的です。はい、OK です。お疲れ様でした。では足を軽く投げ出してブラ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 っと振ってください。はい、 OK、 20分間お疲れ様でした。冒頭でもお伝えしました通り、このストレッチね、しっかり継続して行うことによって怪我の防止や、そして疲労回復、足痩せの効果なんかもあります。ぜひね、ストレッチは続けていただくことによって体にいい反応がどんどん出てくれますので、ちゃんとね、できれば毎日このストレッチ20分時間をとってやってください。そうするとね、皆さんの足めちゃくちゃ軽くなって明日も元気に走ることができますので、ぜひぜひね、継続して行ってください。今回ね、これでもう締めとさせていただきますので、質問コーナーはなしとなっております。そのままね、スコンと寝ちゃってください。本日の動画は以上です。最後までご視聴本当にありがとうございます。ぜひね、今回の動画いいなと思ったら高評価、コメント、ぜひともよろしくお願いします。 Twitter、SNS で高山マラソンシェアしていただければ本当に嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、おやすみなさい。